はい、今メインチャンネルの方で絶賛オールペイント中なんですが、その途中でサブチャンネルの動画を撮っています。今日は何をやるかというと、ロードスターあるあるの、サイドステップ、サイドシルのところに、サビがありますので、この車にもここの処理を今からしていこうと思います。ここと、あとここ、あとこの辺で、反対側、今これ助手席側で、運転席側はどうなっているかというと、ここちょっと以前削ってみたんですけど、こんな感じ。ここ多分表面だけなんで、多分綺麗に、この表面のサビを落として、サビ転換剤を、塗って処理をしてあげます。で、あとこっち側に少しだけあります。これだけですね。4箇所、左右で4箇所あります。では今からこれの処理をしていきます。で、何を使うかというと、こいつを使っていきます。これは電動ドリルにつけて回していくやつなんですけども、ホームセンターで買ってきました。本当はベルトサンダーを買ってやりたかったんですけど、ベルトサンダーは3万円ぐらいしたんで、まずはこれでちょっとやってみます。じゃあやります。じゃあまずここ削っていきます。削り落としていきます。結構サビが浮いてきてるんで怖いんですけど、どう？じゃあ行きます。どう？これ大丈夫？今このこいつで、ひたすらとガリガリと削ったんですけども、こんな感じになりました。で、今真っ黒でよくわかんないですけど、まだ多分サビはあると思います。この地金が出るまで削り落とします。なのでこっちに交換してやってみます。これ何番だ、これ80番、これ80番に変えてグラインダーにつけてやっていきます。やべ、ちょっと削りすぎて、危ねえ、穴開くとこやった、鉄板に。変な違うところに当たって、ここくぼんでまった。パテうめえよ、ここ。ここはもう多分 OK。 この助手席側の前側は多分もう OK です。でもここ削りすぎてちょっと危ない、鉄板削りすぎてなんか変なところに当たって、なんかくぼんじゃったんで、まあ、全体的にここパテを埋めます。ここ次、ここ、ここはもう平面なんで多分グラインダーかけやすい。あとここはドリルでやります。ちょっと細かいかもしれない、400番のスコッチで磨いてみます。あ、ここは割とまあそんなにひどくない。この辺も結構なんかブリスターがあるんで、削り落とします。よし、これでひとまず、サビ転換剤を塗布します。それ多分いけると思う。じゃあ、今削ったところを、サビ転換剤塗布していきます。ロックタイトのサビ転換剤、綿棒で塗っていきます。で、これを塗り終わってからパテを、持っていきます。このサビ転換剤は赤サビを黒サビに変える働きがあります。本当かどうかは知らん。で、あとこっち側も、こっち側もやっていきます。こんだけやってやればだいぶいいでしょう、やらないよりは。よし、こっち側は OK。
じゃあ運転席側も同じようにやっていきます。次は運転席側のここはね、前やったからそんなに削らなくていいと思う。うわ、関係ないところまで削ってしまった。で、錆転換剤をすぐ塗っておきます。はい、こんな感じです。だいぶいいよね、これで。あとラストここだけです。これで、ここに錆転換剤塗れば多分大丈夫。シリコンオフを塗ります。よし。で、ここに錆転換剤を、完璧じゃね、いい感じやな。で、これで、錆転換剤が乾くまでしばらく待ちます。で、乾いてから次はパテを持っていきます。はい、じゃあ乾きましたんで、錆転換剤が乾きましたんで、今から280番のペーパーで足付けをしていきます。パテを塗るんで、その足付けです。足付け、助手席側も足付けをします。よし、 OK。 で、これで今、全部足付けを終わったんですけど、せっかく塗った錆転換剤を今剥がしたことになってしまうんで、もう一度錆転換剤を全部塗っておきます。まあ、そこはちょっとカットします。はい、それではパテ持っていきます。あ、ちょっとちっちゃいヘラの方がいい。ちょっとヘラを変えます。細かいところなんで小さいやつにします。これね、こっちの方が多分やりやすい。じゃあ塗っていくぜ。はい、助手席側 OK。 次は運転席側や。ここね、こんだけでもパテ多いぐらいやからな、めっちゃちょっとでいいんだよな。どう、綺麗にできてる？うん。でもこれ薄付けやからあんまり厚く塗るとね、乾かんのだよね。結局なんか中の方のやつがパテがずっと乾かずに、なんか悪させるみたいなことを聞いたことがある。ヒーターで炙ればいい。いや、それ良くないんだって。俺もヒーターで炙ればいいと思ってやっとったけど、そういうのダメらしいよ。赤外線がいいらしいよ。冬に使うやつ、あったかいやつ、あれだと意外とすぐに固まるらしい。おお。なんかこの前の動画のさ、ラーメン議論についてがさ、みんな意外と気に入っとったみたい。あ、そうなの？気に入っとったというか、それについてのコメントが結構多かった。とんかつ屋の話だよ。はい、終わりました。だいぶ少なめにパテ作ったつもりなのにこんなに余ったわ。ピントが合わんかった。こんなに余った。はい、じゃあ、
これ乾いて、研いでいくまでやっていきます。はい、じゃあ固まったんで研いでいきます。これは280番。助手席側も同様に研いでいく。はい、このような形でサイドシルの部分の補修が終わりました。グラインダーで削ってパテを入れたんで、多分この上にもうサフェを今から吹くんで、多分それでもうとりあえずは大丈夫かなって感じです。はい、助手席側もこんな感じ、あ、運転席側もこんな感じ。巣穴もないんで多分大丈夫。はい、では今からメインチャンネルの方でボディのサフェーサーを拭いていきます。はい、じゃあ以上になります。